ビッグモーターによる保険金の不正請求問題で国土交通省はきょう全国34店舗への一斉立ち入り検査を実施しそのほかの全事業所に対しても違反がないか報告するよう求めたと明らかにしました。 立入検査は午前9時から報告書で問題が指摘された全国34の店舗で一斉に行われましたさらに国交省は全国の135すべての事業所に対しても道路運送車両法違反の疑いがないか1ヶ月以内に報告するよう求めたと明らかにしましたまた金融庁もきょう関東財務局を通じて 保険代理店として問題がなかったかビッグモーターに聴取を行いました鈴木金融担当大臣は問題が認められた場合は法令に基づいて厳正に対応すると述べました